どうも、愛媛県住みます芸人のうっつんです。今日はですね、松山市から約車で1時間半ぐらいの場所にあります西予市という場所に来ております。そしてですね、愛媛県がご紹介する自慢のカフェ、こちらでございます。どん、こけむしろさんでございます。こちらですね、なんと四国88景の一つにも選ばれている場所でございましてですね、異世界に来たかのようなそんな場所となっておりますので、今日は皆さんをその異世界にご案内したいと思います。それでは早速行ってみましょう。こちらね、注意書き、苔は踏まないでよろしくって書いてますからね、ちょっと気をつけながら行きましょう。さあ、どうですかこの景色。苔がびっしり生えてて、もう本当にこう見たらジブリの世界みたいですよね。いや、もうもののけ姫の世界みたいな。もののけ姫と言ったらやっぱりあの名シーンが思い浮かぶな。もののけのボンタンガリジェイ。いやー、名シーンやなあれ。覚えてます？そんななかったと思ってる。え、もののけ姫中にボンタンガリなかったっけ？ないっす、ないっす。あ、これビーバップや、ごめんなさい。これ令和ですよ、今。令和の景色じゃないやろ。喫茶メニューを楽しめるんでしょうね、こういう場所で。絶対女子喜びますよね。これちょっといい感じの女子おったら、もう連れてきたらもう一発でしょう。いや、景色もねだいぶ堪能しましたんで、本命お目当てのカフェの方に行きたいと思います。これ見てください、新鮮な美味しい空気、一呼吸1円いただきます。いやいや、マジで俺だいぶ呼吸したけども2万ぐらい取られてない。もう大丈夫かな。あ、よかったよかった。ただし本日のお客様に限り無料とします。よかった、危ないとこや。でもユーモアありますね、こういう面白い。じゃあこっちがカフェということでね。え、あれあれあれ、中真っ暗やで。え、誰もおらんよ。え、閉まってる？え？言い忘れてたんですけど、うん、入り口に、うん、本日お休みって書いてました。いや、早言うてよ撤収。さあ、というわけで後日やってまいりました。今日はですね、ちゃんとオープンしてるのを確認しております。そしてですね、オープン前にちょっと特別に取材させていただくということで、やってまいりましたので、早速、中の方行ってみましょう。すいません、お邪魔します。お邪魔します。お、すごい、入っていきなり写真がいっぱいありますね。四季折々の景色も楽しめるということで、結構外の至る所にあのちょっと袋のね、こういう置物みたいなのがあったりしたんですけど、これね、なぜあったかっていうのが分かりまして、こちら野生のミミズクちゃんがねいらっしゃるということで、このね森のどこかに住んでるみたいなんですよ。なんで運が良ければ皆さんも野生のミミズクちゃん会えるかもしれないですね。店内にあのお土産屋さんとかもね、いろいろありまして、お、見てください、こちら店内となっております。すごい和の雰囲気で、落ち着いた雰囲気となってまして、こちらの大きい窓から綺麗な苔の景色が楽しめる風になっております。壁掛け時計の音もいいですよね。どっちからでも上がれますか？はい、あ、分かりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。天気がいい日は店内でも、のお店の外にある席、そして山の方にあるテラス席、この3つから
選ぶことができるんですけども、そちらでお食事をされる場合は先に席を決めてから運ぶのはセルフとなっておりますので、皆さんご了承ください。さあテラス席にやってまいりました。見てください、テラス席から見えるこの景色。なんでねテラス席にしたかと言いますと、実はですねこの苔たちが一番綺麗に見えるのが雨が降った次の日の晴れの日らしいんですよ。なんと今日がまさにその日でございます。いや前回ねちょっとお店閉まってましたけど、まあこれもラッキーだったのかなと思います。じゃあこのね景色を、見ながらこちらコーヒーと苔まんじゅう、そして東満のセットですね、こちらいただきたいと思います。いただきます。あ、コーヒーも美味しい。実はこのコーヒーもですね地下50メートルから汲み上げてきた水で作られてるコーヒーなんでとっても美味しいです。苔まんじゅういただきます。うん、ふわふわの生地にあんこがびっちり詰まってます。でもあんこもたくさん入ってるんですけど甘すぎずちょうどいい甘さでコーヒーにも合いますし最高ですね。最後にギャラリー喫茶苔むしろさんよりお願いがあります。苔庭の維持管理のためご来場のお客様小学生以上は入廷料100円のご協力をお願いいたします。お子様の一人歩きはご遠慮ください。苔は踏まないようお願いいたします。これらのルールを守って皆さんも素敵な場所で素敵な思い出を作ってください。このジブリのような景色、そしてですね川のせせらぎ、鳥のさえずりを聞きながらいただくコーヒーとおまんじゅう、いやもう最高に癒しの空間でございます。皆さんもですねぜひ愛媛県に来られた際はこちらギャラリー喫茶苔むしろさん寄ってみてください。以上愛媛県からでした。ありがとうございました。